ートショップペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成10年式アルトワークス鈴木スポーツリミテッド走行9万6000キロです。はい、まずは外装からのご説明です。まずですね、こちらの鈴木スポーツリミテッドですのでですね、特徴的なのといえば、これ個人差あるのかもしれないですけど、私はこのステッカーでございます。そしてなぜこのステッカーを先に私が言ったかといいますとですね、大体これも皆さんもうボロボロになってると思います。これなんとですね、新品を貼っております。もちろん左右とこのボンネットですね、スポーツマインドステッカーですね。またやっぱりこのですね、特徴的なステッカーが綺麗なだけでかなり印象は違いますね。はい、そして、各部の細かい状態ですね。まずですね、フロントバンパーはですね、特に触れるような箇所はないですね。でボンネットも飛び石という飛び石、目立つものはないですね。はい、そして右側面はですね、そうですね、エクボへこみというのもこれといって目立つのはないですが、まずここ傷タッチペンですね。でここもですね、そしてリア行きます。リアバンパーもフロントと同じく特に触れる箇所はないです。ここちょっと色あせがありますね。はい、そして左側面ですね。ここですね、ちょっと本当に薄いエクボへこみがございます。ですね、そして天井ですね。天井は特にへこみもなくですね、状態です。はい、以上外装のご説明でした。はい、続きまして内装のご説明です。内装ですね、かなりこれ状態いいです。まずですね、ハンドルもですね、その全てのツヤ感はあるのですが、多少のひびあるところもあるんですが、ご覧の通りですね、状態はいいです。で、なんといっても特筆すべきはですね、このシートですね。多少のへたりはもちろんございますがですね、このようにですね、破れなく、へたりもほとんどない、擦れもほとんどない状態の運転席ですね。シートかなり状態です。で後席ですね、はい、で天張りですね。天張りの傷とかは特にないですね。破れとかもですね。はい、以上内装のご説明でした。はい、続きましてエンジンルームのご説明です。まずエンジンオイル漏れとかですね、多少のにじみはあるかなという感じですが、特に垂れるようなそういった漏れとかはございませんね。で各部の状態ですね、こちら今のマスターバック下の方ですね。でこれ右ストラットですね。で左ストラットですね。で左ヘッドライト前で、ラジエーターとかもですね、状態かなりいいです。こんな感じですね。で右ヘッドライト裏ですね。こんな感じで、あとで後ほど下回りも映しますが、下回りもですね、そんなにサビもなくですね、表面サビぐらいのもんでかなり状態がいいです。以上エンジンルームのご説明でした。
はい、最後に下回りのご説明です。まずですね、これ足回りですね、変わっておりますね。はい、そしてその他の足の状態ですね、まあ、表面錆とかはございますが、状態はいいですね。そしてフロアですね、フロアも表面錆ですね、まあ、ちょっとズームしますね、こういった感じの表面錆ですね。そしてリアですね、リアも足回り変わっております。ショックですね。で、その他の状態も、申し分ないですね、まあ、全体的にまあ、こんな感じの表面錆はございますが深いものではございません。はい、以上下回りのご説明でした。